ファラガットはアメリカ海軍の駆逐艦、クレムソン級駆逐艦の一隻。艦名は南北戦争時のモービル湾の海戦で有名を馳せ、アメリカ海軍最初の海軍大将となったデビッド・ファラガットにちなむ。その名を持つ艦としては、水雷艇のファラガットに次いで2隻目。ファラガットは、サンフランシスコのベスレヘム造船ユニオン鉄工所で1918年7月4日に起工し、1918年11月21日にテンプリンポッツ夫人によって進水、1920年6月4日に就役する。竣工後、ファラガットは1920年7月3日にサンディエゴに到着し、1922年3月31日までの間は諸準備の期間に充てられた。オレゴン州沿岸部からパナマ運河地帯に至る海域において定期的な訓練を行う一方、1923年7月27日にはシアトルでアラスカから移動してきたウォレン・ハーディング大統領の巡閲を受ける。1ヶ月余りの後の9月8日の霧の夜に発生したホンダポイント遭難事件にも巻き込まれ、座礁するが、ファラガットは遭難した8隻の駆逐艦とは違って、離礁に成功し、同じく一度は座礁して離礁したサマーズと共に難を逃れることができた。1924年から1927年の間は、ファラガットは定期的にカリブ海での艦隊訓練に参加。1927年の演習終了後は、ニューヨーク、ロードアイランド州、ニューポート及びノーフォークへの訪問を果たす。この間、1925年夏には、西海岸からハワイへの横断飛行を行う、水上飛行機への支援任務につき、1928年春にもハワイを訪問した。1930年、この年に締結されたロンドン海軍軍縮会議の結果、ファラガットはその姿を消すこととなった。1930年4月1日に、サンディエゴで退役し、7月22日に除籍。1930年10月31日に解体のため売却された。ファラガットの艦名は、1934年に就役したファラガット級駆逐艦のネームシップ DD-348 に受け継がれた。ありがとうございます。